嘘でしょ、マジかよ、マジで、マジで、おい、また遠ざかったぞ名人が。皆さんお疲れ様です、お疲れ様みんな。うわー、何してんだ俺、名人行くって言ったじゃん、名人行くって言ったじゃん。よかったらみんなチャンネル登録お願いします。もう名人行くって言ったじゃん、また名人行けないじゃん、これで。ちょ、さすがに3連敗はできないよ。ただ相手が強いね。うん、やっちゃったな。なんかもう一バッティング、チャンスでちょっと打ててないかも。もともとチャンスに強いんですけどね、僕ね。うん、チャンス好きだよ、結構チャンス結構好きなんだけど、なんかチャンスで打ててない感じが。あ、見やすいこのグラウンド、打てる、これは打てるわ。ちょ、タッチペンの滑りかな、気になる。 OK、 圧倒して勝つわ。 OK、 タンダ OK、 なんでタンダ。さあ2番高谷、自分のバッティングしてこう。自分のバッティングしてこう。奪三振しようか。うわー、やらしい、やらしい。ちょっと臭いと思ったもんね、今まっすぐ、うん、臭かったね、なんかわかんないけど匂いました。さあ、はい、オッケー、よし、勝つ。何をしとんじゃ、ランナー、しゃあないか。オッケー、オッケー、いいぞ。俺のゾーンだ、ショータイム、俺のショータイム。絶対にこの試合俺が勝つ。相手強かったけどね。よし、いいよ、いいよ。ナイスバッティング伸びました打球が。え、やっぱ強いな翔さん。はい、それえぐい、えぐい、翔さんえぐい、ナイスバッティング、最高。さあ、オッケー、オッケー、俺のショータイムが始まるぜ。バッターは7番に入っている福永、ピットでランナーを、はい、オッケー、ショータイムだ、ショータイムだ。おい、ワンアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは8番木下。ドラゴンズこの回4点を入れています。さあ、先制に成功、なおリードを広げるチャンスです。ここまで非常に打線がつながっています。はい、ナイスバッティング、いいぜ、止まんねえな、おい、止まんねえぞ、翔さんのホームランから。オッケー、ミート69、パワー40にはもう絶対に前に落ちるんよ、絶対にヒット打てるんよ、こんな能力、最高能力してる。パワーなんてない方がいいんだから、ないならないで。はい、よ、さあ、何でも来い、何でも来いよ。うん、しゃあないね、うん、しゃあないよ。こっからまだ打つ。うん、いいボール、いいボール、それは。さあ、さあ、さあ、うーん、奪三振ショー出ない、ラッキー。うわー、やっぱチャンス打てねえな。さあ、これからドラゴンズが守備につきます。お願いします。いや、中田翔、大将マジで熱い。あ、あそこね、逆にやっぱあんだけ能力いかついと速い球怖いんだよ。なのでちょっと危なっ、なのでちょっとね、速い球反応はやめたらフォークが来ました。
最高でしたね、うん、しかも打ちやすいとこ来た。入ってるやん、今のは入ってるやん、今のは入ってるやん。ラッキー、ラッキー。打席には3番バッター中村。ツーアウトランナーありません。よし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 。スピードボールを持っています。いや、雄大さん強いでしょう。うまい。レフト線破りました。うまいな、それ打てんのか。ヒットでランナーを一塁に置いています。これはオッケー、ナイスキャッチ、オッケー、最高マジで。次の回守備交代忘れないようにね。バッターボックスは2番石川。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はバットが触れてると思いますよ。こっちバッターの時そっち投げるな。ドラゴンズリードで2球目打ちました。だいぶやられてる能力。こうなると外角来るのかなって思うわけね。初球は何で来るか。くっそ。バッターボックスビシエド。くそ。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席は川谷という打球ですよね。まあ、さあビシエド行こう。期待ですね。期待しましょう。うわあ。ボールか。ボールじゃねえ。ファールか。はい。なんでそれ、何その取り方。えソフトバンクホークス最後の攻撃になります。勝つ気でいる、もしかして。5番岡本。まああんまり変わったことせずに、よーし、ワンアウト。あ、ちょ、守備交代忘れてる、守備交代忘れてる、忘れないようにって言ったのに忘れてるよ。ちょ、ディカソンじゃねえや。加藤翔平さん入れて、リュークショートにして、OK。やっぱホームランっていうのは大きいよね。はい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 。あれ入れてもいいね、あれ。球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど。さあ何を選択してくるか。うまい。ファーストの左抜けました。バッターはまあ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 、ビットでランナーを一塁に置いています。バッターボックスにはちょっとデスター射されないように気をつけよう。いや、きっちり役割をね果たしたいですよね。そうですよね。ここはぜひ決めておく。これ打たれるな。うわー、ゲッツシフトだったらどうだったかな。いや、ゲッツシフトで取れねえな今の。さあ、そしてバッターボックスには坂倉が入ります。さあ、じわじわね、ボール球でいきますよ、ボール球で。波には乗らせないよ、このリズムには乗らせない。打れそう。よしよしよし、ナイスボール、ナイスボール。甘いね。よーし、逆にちょっと浮きすぎてくれてよかった。打席には坂本が入っています。さあ、2アウトながら得点圏には。さあ、打ってみろ、打ってみろ、煽っといてよ。なんで4点差で負けて煽ってんねん。おお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 お、怖いね。これでどうで。ファウルになります。ちょ、ベスピ欲しい。低めの際どいところですが外れています。さあ、堂々と投げていくよ。はい、ナイスボール。よし、オッケー、ありがとうございました、お疲れ様でした。よっしゃよっしゃ、なんで煽ってんだこいつは。
オッケー、よっしゃよっしゃ、よかった勝てて、よかった、強かった強かった、名人の壁もうちょいです。最後まで見てくれた方ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。